こんばんは。深夜3時のスキンケアルーティーンをお伝えしたいと思います。ニキビ絶対できたくないので、どんなに眠くても必ず化粧だけは落としてます。安定のアイアムユアヒーローです。これね、マジで使った方がいいと思う。特に乾燥肌と敏感肌の人とかがめちゃくちゃ向いてると。これこうやってね、見てる、で浸すじゃん。でも私のこの洗い終わったもうパツパツの肌にこうやってスーってやるだけで、めちゃくちゃ油分をプラスされてるやつだね、美容液だから。すごい肌に馴染んでちょうどいい。試してみてほしい。難しいんだけど説明が。もう本当にこれ使ってからすごい変わったから、 PR とかじゃなくてめちゃくちゃいいからぜひやってみてほしい。ちなみにこれは一応クレンジングなんですけど、私はスキンケアとか、スキンケアの一番最初にこれをつけてるんですね。でも今日はさすがに眠いので、めちゃくちゃ簡易的な感じでやる。これドクターシーラモのこれ使ってるんですけど、これも本当に良くて、みんな使った方がいい。普通これコットンに浸してやってるんだけど、もう今日めんどくさいんで時間無理します。明日の朝の自分頑張れっていう感じで、最後にアンナの美容液をつけていきます。もうとりあえず夜はスキンケアして、あ、違う、洗顔、クレンジングと洗顔して、このぐらい保湿して、食べ物気をつけて、飲み物とかも気をつけてれば、そんなひどいニキビはできないはず。あとは睡眠も大事だけど、ちゃんとやってればある程度の潤いは保たれるので。かなり簡易的なスキンケアでしたが、夜眠い日の私のスキンケアルーティーンでした。バイバイ。